はい、こんにちは。チャンネル YouTuber ウータンです。今日は、ゲストに来てもらってます。B-Boy ツッキーです。はじめまして、B-Boy ツッキーです。よろしくお願いします。ツッキーに10個の質問を、はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、まずね、ツッキー今14歳よね。14歳、12。はい、12です。で、1つ目、何歳からブレイクダンスをやってたの？ブレイキンを始めたのは7歳からやる。7歳から、はい、ということは7年。なるほど。7歳、小学2年生から、はい、じゃあその、その時初めて、はい、まあ、スクールとか行ったの？そうですね、レッスン行きました。レッスン初めて、はい、じゃあ教えてもらった先生、伝説のカクさんです。カクって、そっか、もういきなりじゃあ、はい、あずっと、あ、もうずっと、今も、はい、まあ、なおね、はい、もちろん今もだけど最初から、はい、そうなんや、すごいね。そのまあ巡り合わせじゃないけどね、そういうなんかあったよね、こう運命じゃないけど、はい、今所属しているチーム、はい、何個かあると思うけど。あります、うん、まず、まずは3チーム所属しています。うん、1つ目は、うん、まあ、日本のチームなんですけど、うん、キッズで集まってる、うんうん、アメイズっていうチーム。アメイズ、はい、ね、関西、そうですね、関西の、はい、京都、大阪、和歌山、滋賀、あと奈良ですね。2つ目です。1つ目が、そうだ、2つ目、そして2つ目、2つ目が、うん、韓国のチーム。韓国のチーム、うん、MB クルーっていう、 MB クルー、はいはい、はい、とても有名なチームに所属しています。ると、はい、で、3つ目は、まあ、アジアだけで集まっている、うん、もう有名な人ばっかりが集まっているチーム、うん、で、ジュースクルーっていうチームですね。ジュースクルー、はい、ちょっとそれ、どんなアジアの、そうですね、アジアの、うん、もうめちゃくちゃ有名な人が集まったチームですね。あ、だからフィジックスとか、あー、すごいね、すごいね、すごいね、はい、なるほど、うん、はぁ、はい、じゃあ日本で、まあ、そのチームと、まあ、ワールドワイド、まあ、世界の人たちとその2つのチームを組んでると。はい、なるほど、ね。じゃあちょっとまた質問を変えます。はい、じゃあ、まあ、これって結構ね、みんな知りたいと思うんだけど、はい、週に何日ぐらい練習してる？休みなしの毎日。毎日やってます。はあ、学校終わっても、まあ、その、はい、休みの日も、はい、毎日、はい、1日の大体でいいけど、その平均何時間ぐらい？平均は6時間、うん、6時間はい。はあ、もう1日の4分の1や、もう、はい、まあ、まあね、すごいな。なるほど。ツッキーといえばもうパワームーブもめちゃくちゃいろいろ技やってると思うんだけど、はい、まあ、その中でも特にこのパワームーブ好きだみたいな。まあ、うん、エアドラックスは好きですね、うん、エアドラックス、はい、なるほどなるほど。もうだってスピード半端ないもんね、あのスピードもうなんかね、見てたらね、もうめちゃくちゃ簡単に見える、ね、簡単に見える、もうできるんちゃうかなと思って、って思うんですけど、うん、実はやってみたらめちゃ難しいもんね、はい、あれは動画でこうみんな見たら、はいはい、もう自分でもできるんちゃうかなって思っちゃうよね、はい、あれだけなんか完成度が高すぎて、はい、簡単にやってるように見えちゃう。やっぱもちろんやってみたらもう全然ね、はい、あんな、しかもなんかあれでしょ、エアーのバリエーションもすごいでしょ、なんか、はい、まあ、エルボーでね、はい、一周抜きとかね、もう一回エルボー同じ手でキャッチしたりとかね、はい、そういう、まあもう何回もこうスローでみんな分からんぐらいの、はい、技をめちゃくちゃするからね。なるほど、まあ、はい、やエアートラックスが、まあ、好きな、はい、今ちょっと来てる感じですね、はい。じゃあちょっとこれもね、聞いてみたい、バトルの時って、まあ、いろんな、ね、バトル出てきたと思うんだけど、はい、何をこう考えて出るの？出る前とかのなんか意気込みみたいなのってこうどんな？は、まあ、常に楽しもうって考えてます、うん、はい、で次の質問、学校の授業で何が一番好き？いろんな国語とかね、算数とか、はい、いきなりダンスから離れたけど、まあ、英語が一番好きです。ああ、はい、そっかそっか。やっぱりね、まあ、海外とか行ったりとか
ね、そうですね、今の B-Boy と話すっていうのもあって、はい、まあ、コミュニケーション、コミュニケーションこれから大事になってくるんで、なるほど、英語を、はい、やっぱり新しいのを覚えていくのが楽しいんだよな、そうですね、休みが、はい、休み、この日ももう休んでくださいって言われたら、はいはい、何する？休んでくださいって言われたんですか、うん、うん、もうダンスはしちゃダメ、ダンスはしちゃダメってなったら、もう遊んでくださいって言ったらどこ行く？どこ行く、うん、難しいですね、何やるの、うん、あんま遊びに行かないんだよね、あーもうあんまりあれか、まあ遊びに行こうとかがないんよね、はい、まあ、釣りとかですね、お、釣り好きですね、釣り好きなんや、はい、意外、まあ、あと UFO キャッチャーじゃない、 UFO キャッチャーね、これね、あのツッキーのチャンネルを見てる人は分かると思うけど、はい、あの UFO キャッチャーがすごいっていう、1万円企画やったんで見てください、ぜひ、うん、あの概要欄にね、まあ、ちょっと貼っておくので、はい、お願いします、見てください、なるほどね、はい、UFO キャッチャーと、まあ、釣りと、はい、なんかそういうのが出てきてちょっとホッとしたわ、なんか、うん、まあ、普通な一面あるんやって、あ、最後に、もう最後の質問だけど、あ、うん、はい、まあ、次の目標を教えてください、うん、まあ、うん、もう今僕14歳なんですけど、うん、もう来年には15歳なんで、うん、レッドブルが、うん、あ、そうか、出れるんや、なるほどね、レッドブル、BC1 ワールドファイナルで、うん、まあ、ベルトを勝ち取ることが目標ですね、素晴らしい、で、まあ、うん、2020年の、うん、まあ、3年後ですね、うんうん、3年後のね、パリ五輪オリンピックで、これだ、オリンピック金メダル、うわ、取ることが目標です、なるほど、はい、もうこれ楽しみやね、もうレッドブルについにツッキーが出てくるっていうのは、はい、めちゃくちゃ楽しみ、そしてオリンピックね、はい、いや、ちょっともうこれからも、ね、本当にツッキーの、ね、活躍も、ね、うん、すごい応援してるから、ありがとうございます、ということで、今日はツッキーに10の質問をしてみたでした。ありがとうございました。ありがとう。まあ、ツッキーのね、チャンネルにもちょっと出させて、コラボさせてもらったので、はい、ぜひ、そちらも見てください。見てください。よっ。